けで相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。こんばんは。というわけで今日も今日とてデリバリーのバイト結構深夜までやっちゃって、このご時世深夜までやってるお店でがっつりいただきたい時はここしかないでしょ、というわけで買ってまいりました。それがこちら、てぜーん、松の家さんのロースカツ&メンチカツ定食の大盛りです。絶対過去に食べたことがあるとは思うんですけれども、このようにですね、絶品メンチカツといった形でね、主役に躍り出たような記憶ってあんまなかったかななんて思ったりするわけなんですけれども、私ですね、メンチカツ、いやハンバーグ揚げただけじゃんみたいな感じでね、結構好きだったりするわけなんですけれども、こうやってねスポットが当たったという機会もありますし、がっつりいただきたいなということでの今回なんですけれどもね、相変わらずのこちら揚げ物の香ばしい香り漂ってきてたまりませんね。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、早速九段のメンチカツいただきますよ。この分厚さボリュームですよ。いや、こちらひき肉だって言うんで、ひいてあるお肉の一粒一粒から脂が染み出してくるといった感じで、まあとってもジューシーなんですけれども、しっかりとね食べ応えもあったりして、舌触り食感なんかもね、普通のお肉とは違って食べやすい感じもありますし、これは本当に夢なりましたね。これは夢ですよ。ありがたいですね。はい、というわけでこちらロースカツもいただきますよ。いや、こちら分厚く切ってあるお肉と先ほどのメンチカツとは違った食感を比べて楽しめる美味しさがあるなといった感じで、しっかりとね豚肉のこれぞ豚肉といった味わいもシンプルに味わうことができますし、なんといってもね、この脂身の部分とまたさらにそれを揚げちゃったぞみたいな、ちょっとジャンクな罪悪感みたいなのも加わって、いやこれはたまりませんね。ご飯が進みますよ。いや、こちらサラダも人参ドレッシングが美味しいんですけれども、人参ドレッシング一向に流行んない、ドレッシングといえばみたいな感じでスタンダードになるかななんて思われましたけれども、一向にその兆しのないすりおろし人参ドレッシングね、これぞ松の家さんの定番といった感じで、いやこちらも美味しいですね。はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。絶品メンチカツということで、以前の普通のメンチカツとの違いは何なのかなみたいなところで、私ごときの舌ではその違いがねいまいちピンとこなかったという事実は否定できないんですけれども、まあとにかく絶品だろうが普通の一般メンチカツだろうが、結局のところ美味しかったという、そういった感想しか出てこないという現実ですよね。いや、とってもジューシーで、お肉の中にまでねしっかりと味付けがしてあって、
て食べ応えもありますし、これはお子様が絶対好きな味だろうなっていう、どこか懐かしい素朴な味わいとともにご飯と一緒にいただくとね、もうこれはたまりませんといった、そういった味わいでしたね。そしてロースカツは安定の松の屋さんクオリティといった感じで、お肉も分厚くって、豚のね脂身の美味しさなんかも感じられて、いやとっても美味しかったですね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日は松田屋さんのロースカツ&絶品メンチカツ定食の特盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ